やばー宮本すげーうめえじゃん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、高橋沙織です。どうも、宮本さん、また第2回目、はい、第2回目すいませんね。いやいや、もうありがとうございます。こちらこそです。今回の企画なんですけれども、はい、まあ、久米さんといえば、まあ、ミスターコントロール、はい、まあ、そして宮本さんといえば守備早急の名手ということで、はい、ちょっと夢のガチンコストラックアウト対決をぜひちょっとさせていただければと思います。はい、ピッチャー宮本さんやったことあるんですか？ちなみに小学校と中学校ちょっとだけ。ああ、あれですね、中学校入って3球で、まあ、3球でですか？じゃあ僕言わせてもらうと、ずっと小さい時からピッチャーじゃないですか。だから僕は野球のエリート、宮本さんは途中落ちぶれたってことですね。途中どっかで落ちぶれたってことですね。でもピッチャースタートでずっとできてる人が勝ち組だそうですね。宮本さんといえば本当にもう PL 学園でも、まあ、プロ野球でもおなじみの正確無比の送球というところで、コントロールはあるんですけど、やっぱり野手なんでアバウトなんですよね。黒枠の中には絶対当たりますけど、でもそこの例えば7とか1とかってなると難しいですよね。もう大体できます。ちょっと待って、宮本さんの送球ミスって見たことないんですけど。宮本さん、いやいや、ないないない。いますか？まあまあ、うまかったっていう。いや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 、よく言います。ちなみにゴールデングラブなんかですか？10回です。バカ野郎。まあまあのレベルじゃないですよ。すいません、先輩に。そうね、多分こういうとこでしか宮本さんにやっぱ勝てないんですよね。だからね、とりあえずこういう何ピッチャー専門の方で勝っていきたいなと思います。はい、ルール説明なんですけれども、はい、交互に1球ずつ投げていただいて、どちらが多くの枚数を飽きられるか勝負していただきます。 OK です。改めてちょっと最後意気込みだけお願いします。頑張るぞ、頑張るぞ。狙われるのはどこですか？5番でお願いします。じゃあ5番いきます。はい、2。何番？じゃあまあとりあえず基本の7ですね。お7、はい。誰？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 枠にも当たんなかったよ。枠に当たんなかったよ。先輩。先輩俺です。近づいちゃったな今。皆さん次は？もう一度5番。5番で、はい。はい。宮本さん今2連続で抜かれてますけど、今抜きいきます。やっぱ7だな。7ですね。はい、5だった。5だよ。やっぱ次抜くと3連続になるんですけど、狙いは？じゃあ8いきます。やばー宮本すげーうめえじゃん。なにこれ。1,2,5,4って受けてるんですけど、久野さんどうですか？ちょっと狙いは低めです。低め3つ、7,8,9どれか。わかりました。とりあえず8狙って、はい、どっちかにブレるっていうね。のでいきましょう。あ、どうだったの？勝っちゃうぞ俺。やっといとこでも負けんのか宮本さんに。勝っちゃうぞ。すいません、今のところは宮本さんが実際に3枚打たれて、久米さん1枚ということで、ちょっといや、追い込まれましたね。だいぶ追い込まれました。あれ、久米さんがもし勝つならば、もう3球連続で、2連続で同点ですね。8です。やばいじゃん、やばいじゃん。もうドーミーじゃん。4-1ということで、久米さん残り3球ちょっとだいぶ追い込まれまして。そういうことね。じゃあもうざっくり、サブ6球いきますから。サブ6球いきます。サブ6球どっかを。
メジャーリーガーよいしょ。おお、平井さん、まだチャンスがあと2球連続で抜ければ、うん、7か、7か、7でお願いします。今回はまたここでも宮本さん、宮本さんの勝利です。宮本さんでした。また負けました、宮本さんに。こういうとこでもやっぱり負けるんだなっていうのは、やっぱりね、強い人は強いんだなっていうのをね、改めて感じました、はい、そんなことないですよ。傾斜がなかったからですよ。そうなんですよ、宮本さん。ちょっと俺短いんじゃないかな。もうね、負け惜しみしか言いません。すいません。楽しいね、これ。たまに俺はもう50過ぎてるけど、おじさんもこういう遊びちょっとなんか野球でのね、こうゲーム感覚のやつ面白いですよ ね、 ね、面白い。だから、はい、ぜひね、あの見てる方も、はい、そういうね、こともやりながら野球をこう楽しむっていうのも一つの手かもしれないですね。はい、だから宮本さんがいてくれたからこそこういうことができたので、本当に皆さん、すみません、ありがとうございました。